1912年のアレッポの地図、城塞が都市の中央にある。アレッポ城はシリア北部に位置する都市アレッポの旧市街の中心にある大規模な中世の要塞である。この建造物は世界で最古かつ最大の城の一つであるとみなされている。城塞の丘の利用は少なくとも紀元前3000年期中頃に遡る。その後、ギリシアや東ローマ帝国、 アイユーブ朝、マムルーク町など多くの文明国によって占拠され、今日にあるその構造物の大部分は、アイユーブ朝時代に起源があると考えられる。大規模な保存事業が2000年代、アレッポ考古学協会とともに、アガカアントラスト・フォー・カルチャーにより行われた。都市を見下ろす城塞は、1986年、国際連合教育科学文化機関の世界遺産に、 登録された古代都市アレッポの一部である。城塞はシリア内戦により大きな損傷を受けている。城塞内にあるハダド神殿2十世紀後半に発見された嵐の神ハダドの古代神殿はエブラ及びマリの設計文字の文書に記されており、他の利用は紀元前三千年期の中頃に遡る。神殿はドイツの考古学者カイコールマイヤーらによる発掘と、 その中で発見されたレリーフからも明らかなように、紀元前3000年期中頃から、少なくとも紀元前9世紀まで使われ続けていた。その都は紀元前2000年期前半にヤムハドの首都となり、ハダドの都として知られていた。預言者アブラハムは、城塞の丘の上で、彼の羊の父を絞ったと言われる。アレッポを中心とした新筆体と衰退の後、アッシリアがその区域を支配し、 それにシンバビロニア及びペルシア帝国が続いた。アレッポはアレクサンドロス大王の軍に攻め落とされた後、ベロエアという新たな名のもと、その都市の再建に着手したセレウコス一世により支配された。中世アラブの歴史家によれば、要塞化されたアクロポリスとしての城塞の歴史はニカトールの下で着手されたと言われる。要塞の一部の区域には、 ヘレニズム時代の遺構が下部2メートル以内にある。アレッポの南地区にはまだヘレニズムの方角の道路設計が保たれており、列中道路が西から城塞の丘にかけて通じていた。ローマが紀元前64年にセレウコ市町を退けた後も城塞の丘は宗教的意義を持ち続けていた。神派などはゼウスと同一視された。皇帝ユリアヌスは 西暦363年に、アレッポを訪れ、私は1日そこに滞在し、アクロポリスを訪れて、帝の習わしにより、ゼウスに白いお牛を捧げ、神々の崇拝について、町議会と短い話をしたと記している。城塞において、ローマ期の仏的な遺構はほとんど発見されていない。ローマ帝国は395年、東西2つの部分に分割された。 アレッポは東半分の東ローマ帝国にあった。7世紀のサーサーアンアのノオーホスロー2世との衝突時には都市の防壁がひどい状態にあったため、アレッポの住民が城塞に避難してきたと言われる。現在、東ローマ帝国時代からの移行は城塞の丘でほとんど見られない。城塞内にある2つのモスクは東ローマ帝国時代に当初建てられた教会から、 転換されたことが知られている。西暦636年にムスリムの部隊がアレッポを攻略した。大地震の後、城塞において修復が行われたことが文書に記されている。初期のイスラーム時代における城塞については、アレッポがウマイヤ町やアッパース町の統治下にある辺境の町であったこと以外、ほとんど知られていない。ハムダン町のサイフ・アルダウが 944年にアレッポを征服し、その後、政治的かつ経済的再生が高まった。ハムダーン朝では歌しに壮麗な宮殿が建てられたが、962年、東ローマ帝国軍に攻撃された後、城塞に移行した。ハムダーン朝の統治における不安定な時代には、東ローマ帝国やベドウィンの攻撃、エジプトを拠点とするファーティマ朝による短期支配が見られた。 ミルダース朝の時代には、二つの教会が、モスクに転換されたと言われる。アブラハムのモスク上祭は11世紀末の、均等における十字軍中流以降の時代に、その重要度が、頂点に達した。ザンギー朝の支配者イマードアイコールディーンザンギーと、それに続く、息子のヌールアイコールディーンは、アレッポとダマスカスの統合に成功し、 都市への攻撃を繰り返した十字軍を押しとどめた。数名の名高い十字軍兵士が城塞に投獄され、その中にはそこで死亡したエデッサ白国のジョースリン2世のほか、ルノード・シャティオン、それに2年間交流されたエルサレムのオーボードワン2世がいる。アレッポとダマスカス双方における彼の多くの業績に、加えてヌールアイコールディーンは都市アレッポの壁を再建し、 城塞を強化した。アラブの資料は、彼が同様に、高いレンガ壁の入り口の傾斜路、宮殿、それにおそらく草に覆われた、競馬場など、他に、いくつか整備を行ったことを報告している。ヌールアイコールディーンは、さらに二つのモスクを修復もしくは再建し、そして、アブラハムのモスクに精巧な木製のミフラーブを捧げた。そのミフラーブは、 フランス移民統治の間に消失した。城壁と内門島城塞の内門島サラディンの息子、アルザーヒル・アルガーズイーは、1193から1215年のアイラーレッポを統治した。この時代に城塞は、主要な再建と要塞化、それに今日、現在の城塞の複合体を構成する、新たな構造物の追加を経ていった。君主ガーズイーは、上部の城壁を強化し、 その露出した表面を平らに整え、入り口付近の斜面の区域を石材で折った。堀の深さは22メートルと水路につながることでさらに増し、今日も城塞の入り口としての役割をする高い立教である橋梁がかけられた。13世紀初頭の10年間に城塞は居住、宗教、軍事設備、支持基盤などの機能を持つ壮麗な都市へと発展した。 最も顕著な改修は1213年に再建された城門である。君主ガーズイーはまた、城塞の2つのモスクを修復し、そして南及び東の郊外など、都市の防壁を拡大するとともに、その壁以上に防備の中心である城塞を整備した。要塞化した城門南の防衛等城塞は1260年のモンゴルの侵攻によって損傷し、 1292年に、マムルーク朝の君主アルアシュラフ・ハリールの下で、修復されたが、1400から1401年に、再び、アレッポを襲ったトランスオクシアナの指導者、ティムールの率いる侵攻により破壊された。1415年、アレッポを統治した王子サイフ・アルギンジャカムは、5万から10万人の、住民の重要な公益都市の中心にある城塞を、再建する権限を与えられた。 財布アルディンは、城塞の北と南の斜面に2基の新たな防衛塔や、城門塔の最上部に、新しいマムルーク宮殿などを増築した。アイユーブ庁の宮殿は、この時代にほぼ完全に打ち捨てられた。マムルーク庁の時代にはまた、城塞における集築や、保全事業が施行された。マムルーク庁後期の君主アルアシュラフ・カーン・スーフ、アルガウリーは、南のトモントを修復させ、 また、宮殿の平らな天井を9つのドームに取り替えた。1516年以降、オスマン帝国の時代になると、城塞の防御要塞としての軍事的役割は、次第に減少するとともに、都市は、市壁の外側へと発展し始め、商業の中心都市としてその形態をとっていった。城塞はなおも、オスマン兵の兵舎として使われたが、そこにどれぐらい配置されていたのか正確には、 知られていない。不詳のベネツヤの旅人が1556年におよそ2000人が城壁内に暮らしていると言及している。1679年にフランス領事アルビーユはそこに1400人がいてオスマン帝国の軍部に350人のイエニチェルという精鋭の軍事部隊があったと報告している。君主スレーマン一世は1521年に 城塞の修復を命じた。アレッポとその城塞は1822年の地震で大きな被害を受けた。地震後の城塞には兵士だけが住んでいた。当時のオスマン知事、イブラーヒームパッシャは頂上部の北側に兵舎を構築するため、城塞の倒壊した建物の石材を使用した。その後1850から1851年に、 君主アブデュルメジと一世の統治下において修復された。また頂上部の北側の端に、風車がおそらく同じ時代に構築された。兵士は、フランス委任党地間も城塞に駐留し続けていた。フランスは1930年代、特に外壁において、考古学的発掘と大規模な修復作業を開始した。越剣の間園系劇場今日。 現在の形の城塞は周囲 2.5km であり、全長 450m、幅 325m の楕円形の基板を持つ小山の上にある。この傾斜を持つ土台は高さ 50m であり、楕円上部は 280m160m を測る。かつては城山全体が輝く、石灰岩の大きな塊で覆われ、そのうちの一部が今日も残る。 白山は12世紀末のガーズイーの統治時代に遡る深さ9メートル、幅26メートル、傾斜48度の広い堀に囲まれている。注目すべきはアーチ構造の橋により到達することができる防備を固めた内門塔である。この特徴的な様相は16世紀のマムルーク町の統治より追加された。 連続する五つの直角の曲がり角と三つの大きな入場門を経て中心となる城内入り口に到達する。その中で特に興味深いものとしては武器の間や東ローマ帝国時代からのものと言われる地下楼と貯水槽、それに修復され装飾が施された天井を持つ越見の間がある。シリアラ乱以前、城塞は観光の名所であり、 考古学的遺跡が発掘され研究されていた。現代の円形劇場は、イベントやコンサートを開催するため1980年、城塞の未発掘の表層部に設けられた。円形劇場はよく音楽のコンサートあるいは文化的イベントに使用された。また、イブラーヒームパシャによって1834年に、築かれた弊社は、博物館及びビジターセンターとして修復された。 シリア内戦でのアレッポの戦闘において2012年8月、城塞の入り口は城塞を掌握するため自由シリア軍とシリア軍が衝突した際の砲撃に続いて損傷した。2015年7月には爆弾が外壁下の行動の一部で爆発し城塞にさらなる損傷を引き起こしたと報じられた。戦闘の際、シリア軍は周辺地域の砲撃において 壁が遮兵の役割を果たす城塞を軍事基地として使用し、壁にある古代の狭間が反政府者を標的とする狙撃兵により利用されている。この現代の戦闘に使われたことで、城塞は深刻な損傷を受けている。アレッポ城の概要図アレッポ城の案内図第一、入城門城塞には多くの遺構が残り、そこには数多くの注目すべき遺跡がある。 アイ部長の君主ガーズイーによって、堀の上に構築された八つのアーチを持つ巨大な石橋は、高さ20メートルの教頭であるトモン島より壮大な内門モン島へと通じる。トモン島はガーズイーにより1211年に構築されたことが、鉄製の扉の名分に認められ、16世紀初頭、マムルーク町のカーンスーフ・アルガウリーの地聖下に改修されている。 内門頭は曲折する入り口を持ち、城を襲撃する者は、ボールとのある入り口車路の5つの曲がり角を越えなければならず、その髪型には出し狭間が上部の中2階より襲撃車に熱液を注ぐためにあった。秘密の通路が複合体を通して取り巻き、主要通路は象徴的なレリーフで装飾されている。 第一入城門の上部には絡み合う竜が掘られ、さらに続く門には二頭のライオンの彫像がある。この愛勇部長の城門には、頂上にマムルーク町の財布アルリンジャカムが1415年に構築した越見の間があり、マムルーク町の君主は、その広間に多数の越見者を受け入れ、また公的行事を開催した。広さ27メートル24メートルの越剣の間は、 1970年代に修復され、19世紀のダマスカス様式で装飾された新しい平らな天井が施された。IU 部長の宮殿浴場 IU 部長は当初、宮殿を城塞上には気づかなかった。城塞に構築されたガーズイーの栄光の宮殿は1212 12年彼の結婚式の夜に消失したが、 宮殿は1230年、支配者アルアジーズにより再び建てられた。その後、モンゴルの侵攻によりかなり破壊されたものの、今日でも、城塞の頂上部で最も重要かつ印象的な、モーニュメントの一つとしてある。アイユー部長時代の建築の部分装飾として、石灰岩と玄武岩による島模様に、ムカルナス内市、蜂の素状ボールと作りを備えた、正門入り口や、 入りを張った 4E1 式の中庭など数多く残っている。宮殿の浴場は伝統的な中世イスラーム様式に配置されており、三つの部分を持つ。一つは着衣や脱衣そして休憩のために使われた。また一つは加熱されないが暖かい部屋で、ここには温熱室ともう一つのアルコールを備えた蒸気室が続いていた。温水や冷水は 土管を通して浴場に送られた。城塞の大モスクアブラハムのモスクは、当初、アブラハムが座った石の伝承により、教会が建てられた場所にあり、ヌールアイコールディーンの1167年の碑文が認められている。城塞の大モスクは、ほぼ正方形で、比較的小さい。もともと教会のあった場所に建てられたミルダース町のモスクとされ、1214年。 ガーズイーにより再建されている。北側にモスクと同時代のミナレットがある。城塞の構築は地上に限らなかった。IU 部長の君主ガーズイー時代の井戸が頂上部面のが52メートルまで貫通している。地下通路の一つは北の防衛塔につながる。頂上部の景観。ありがとうございます。